ゼッケン番号80番の坪井圭介です。いや非常に緊張してますけども、楽しみな気持ちもありますし、やっぱ興奮してますね。子供の頃から見てた舞台に自分が立つなんて夢にも思ってなかったです。いやほとんど行けないじゃないですかいや本当にでも特殊なというか特別なものだと思うので、もう今日は本当とにかくどこまで行けるか分かんないですけれども、楽しみながら一生懸命やりたいと思ってます。サッカー界をちょっと背負ってるか分かんないですけどまあやっぱりサッカーに長く携わった人間としてあんまかっこ悪い姿見せれないので頑張りたいと思ってます。今回日置さんのご自宅と松田さんのご自宅に押しかけまして何せ初めてなので、もう何をどうしたらいいのか分からなくて、非常に有意義な時間を過ごしていいアドバイスもいただけたので、それもあるので簡単に落ちるわけにはいかないですね。一生懸命やりたいです。まずは全力で取り組んでこの舞台を精一杯楽しみたいと思っています。そして一つでも先に進めるように全力でパフォーマンスしたいと思っています。よろしくお願いします。あの伝説の男たちが帰ってくる。戻ってきたぞ。激動の2020年を締めくくる新たなドラマはここから生まれる。カッシーヌ飛びます。天国と地獄を分ける最後の審判。サスケ12月29日夜7時。